ンクの火花、カラッカラ無差別襲撃。こいつら、ライフボスが倒れたのになぜ出てくるんだ。何ですって。どうした、モモ。ゴセイジャーから報告、無数の火の粉が地上に降り注いで、そこからカラッカラが出現しているそうよ。ダイフォボスは死なず、ただ散りゆくのみ。ダイフォボスの置き土産ってことか。モモ、すぐにバリドリーンの二人を呼び戻してくれ。ラジャ。作戦エディット、ルーレットエディット。ルーレットのスロットを入れ替えることができるぞ。作戦エディット、キャラクターセレクト。戦隊魂で攻撃力、防御力が上がり、攻撃範囲が広がったぞ。懐かしいね、プロ中事件と出会ったことを思い出すよ。くそ、二度目だ。やっ、つい、やっ、つい、やっ、つい、やっ、やっ、くそ、二度目だ。ダメだ、これじゃキリがない。火の粉の発生源を突き止めなければ。それなら分かってるぞ。青、木、発生源はどこだ。火の粉の中心にはダイフォボスの屍があるばい。そうだったのか。よし、全員で現場に急行する。あそこがダイフォボスが倒れた地点よ。ダイフォボス、やつは不死身なのか。不死身のダイフォボスの逆襲が始まる。対峙するゴレンジャー、次回激。セーブ中は電源ボタンやリセットボタンに触らないで。セーブ完了。遊ぶストーリーを選んでくれ。 GO!
わしが生きている限りカラッカラの尽きることはない。それなら今度こそ俺たち5人でお前を倒す。ああ、この命に変えてもな。覚悟はできてるわ。よし、これを最後の決戦とする。 GO!GO! 作戦エディット、ルーレットエディット。ルーレットのスロットを入れ替えることができるぞ。攻撃力、防御力が上がり、攻撃範囲が広がったぞ。アイダンに任せちゃえ。倒したぞ。これでデビルジャークも全滅ってことね。へい、早いとこゴンに行ってカレーの大盛り食うばい。あ、俺はカツ丼ね。カツ丼。待ってよ、その前にご聖者たちを手伝う約束で。こうしてデビルジャークは滅び、地球に再び平和がよみがえった。が、しかしデビルジャークは無敵の生命体。まだ私が残っている。Hey guys, thanks for watching this video. If you like this video, be sure to leave it a like. And if you want to see more of my future content, be sure to hit the subscribe button. And to stay up to date with all of the releases that come out daily, be sure to click that bell. And if you're feeling a little bit generous, why not check out my Patreon page? Link is down in the description. And as always, until the next video, hasta.